こんにちは、ブラックパレードの亮平です。今回も始まりました、本日は FXR のエピソードになるんですが、前回の動画でバイクチェック、見ていただいたと思うんですけども、その中で僕がねマフラーを変えようかなっていう風に言ってると思うんですけれども、早速ですね届きました。はい、見てもらうと分かるようにホースパワーインクのマフラーを今回注文しました。で、変える理由としては、やっぱりねちょっと当たってしまってるっていうところで、うちもオーナードライフの方でパブの取り扱いをしているので、正直そのままパブを使いたいんですが、どうしてもやっぱちょっと当たってる部分と、ペダルの位置もちょっと変えれないっていうことで、なんかいい方法があればよかったんですけど、加工するぐらいだったら、つきそうなマフラーを別に買って、パブは誰かに譲った方がいいのかなっていうのもあって、で、今回いろいろマフラーを探して、これに行き着いた感じです。正直 FXR 用のマフラーもダイナとそんなに変わらないんですけれども、僕的にはその、ファブがフロント側のエキパイア前に行って、後ろ側後ろからこうで2本につながるっていうようなマフラーなんですけども、両方ともね一旦前に行って後ろに行くっていう形状のものを今回探してて、でそれだったらリアのペダルのところはまず解消される。で、もしかしたらフロント側は当たるかもしれないんですけれども、まだそっちの方がまだマシかなっていうところで、両方とも前に行く形状のマフラーを探してました。そうするとですね、TBR とホースパワーとハンダヘッダーぐらいしかないんですよね。FXR だと。で、それがちょっと、あと、バッサーニか。バッサーニも多分前に2本行くんかな。で、その4択ぐらいしかなくて、で、TBR は、僕はあんまりちょっとパスかなっていうところもあってパスして、で、最初だからホースパワーとバッサーニとサンダーヘッダーで悩んでたんですよ。でサンダーヘッダーもすごい、やっぱり音は間違いなくかっこいいし、FXR だったらサンダーヘッダーもいいのかなと思ったんですけど、やっぱちょっとサンダーヘッダーだとちょっとその今のトレンドじゃないというか、ちょっと古い感じになるし、やっぱ鉄素材がになると、メッキか、黒で、黒だとやっぱどうしても錆びてきちゃう、メッキもそうなんですけど、でやっぱ錆びてくるのがどうも僕は嫌で、音とかは抜群にし形もすごくかっこいいんですけど、で今の僕の FXR の状態で考えるとちょっと合わないのかなと思って、サンダーヘッダーを外しました。でバッサーニと、ホースパワーになった時に、バッサーニもね結構海外の人らも使ってるし、いいのはもちろん分かってるんですけど、ちょっとねその液体の取り回しというか形状が全体的にこうバイクについた時に、あんまり僕は好きじゃなかったんですよね。なんでバッサーニも外しました。で残るがホースパワーインクなんですが、僕正直あのサイレンサーというか、後で見てもらうんですけど、最後のエンドのサイレンサーの部分僕そんなに好きじゃなくて、実はどうしようかなと迷ったんですけど、決め手となったのが、どっかのね動画でも言ってると思うんですけど、ベイカーの6速を入れると、ミッションのケースがちょっと外に飛び出るんですよ。でそうすると、マフラーのステーって大体ミッションケース、クラッチのところですね、右側のカバーのところから取るんで、そうなるとまたステーを作らなきゃいけないんですよね。ただこのホースパワーインクはもうメーカーからベイカー6速用のステーが別売りで出てたんですよね。で、うちの取引のあるアメリカのラムジェットがたまたまも FXR 用の、ホースパワーインクのマフラーを在庫してて、で、ベーカー6スピードのミッションのそのブラケットも、数日で入るよ。ってことはすぐ来るじゃんっていうことで、これにしました。で、最後のね、そのサイレンサーの部分に関しては、最悪そこだけ作り変えることができるんで、もちろんエキパイから作ることもできるんですけど、そうするとちょっと大変なんで、最悪どうも気に入らなかったら、サイレンサーの部分だけ作るとか、すればなんとかなるかなと思って、一番、今っぽいし、そのステーのこともクリアしてるし、フロントに側にねリアバンクもフロントに行くっていう、一応条件を満たしたのが、このホースパワーインクのマフラーだったので、これにしました。ただ、正直僕の好みで言うと、100% これが絶対つけたかったっていうわけではないので、ちょっとそこが、つけてみて、合えばいいし、ちょっと納得 100% いくかどうかはちょっとわかんないんですけども、でも当たってるよりはいいかっていうことで、今回こちらを
注文して、届きましたので今日は開封していきたいと思います。はい、じゃあちょっと前置きが長くなりましたが早速開封していきたいと思います。結構ね大きいんで箱が、いつもの机ではなく、はい。でまあね、ホースパワーも普通に頼むと結構納期がすごくてなかなか来ないんですが、まあラムジェットが持ってたのがマジでラッキーだなっていうところで、本当に即納で、まあちょうど売れずにいたので、はい、ちょっと、はい、これでいきます。はい、でまあラムジェットで買ったんでラムジェットのステッカーが入ってました。はいはいはい、あ、これかな、これが多分ブラケットですね。おお、ちゃんとこっちタイプなんだ。はい、これがブラケットで、まあ普通のね、この辺のアメリカのマフラーだと普通に、まあ、鉄のこうプレートみたいなあのやつが多いんですけど、こういうパイプっていうかこの丸棒か、丸棒でやられているのはいいですね。はい、今現にね作ってもらったやつもこのタイプなんで、まあ、こっちの方が強度がいいのか分かんないですけども、はい、これが一応6スピード用だ、別で入ってたんで6速用のものですね。はいはい、これが僕が言ってたサイレンサーの部分ですね。はい、こちらです、ホースパワーインク。まあだからこの形ですよね、この形が好き嫌いはあるんじゃないかなって僕は思うんですけど、まあ、僕はあのいつものコーンタイプのが結構好きですね。で結構、はい、ただの筒ですね。はい、まあでもやっぱり綺麗は綺麗ですね、ホースパワーインクは。ものがで、これが多分ノーマ、もともとのブラケットですね。何が違うかをちょっと、多分単純にベーカーのミッションの方が飛び出てるんで、そこの違いだと思うんですけど、こっちが分からなくなるという、こっちがもともと入ってたやつですね。もうほぼ一緒な、効果。分からなくなりそう、違いがあんまり分かんない。あ、まあ若干、あ、ちゃんとでも FXR スタンダードって書いてくれてる、若干角度が違うっすね。うん、ここの分かるかな、ここの角度が違います。まあだからその分、飛び出してるのかな、こっちの方が。はい、まあ、これでめちゃくちゃの書いたってよかったです。はい、じゃあこれはまあとりあえずは使わない予定なんで戻します。でまあこれが、どっちだ、フロント側か。はい、フロント側の液体ですね。あ、こっちタイプですね。このここも切り口がこう斜めってないタイプですね。はい、なんでフラットの、エグゾーストフランチですね。まあ、ここでクイッと一発上がって、まあ、でも形状は、うん、まあまあまあ、あ、僕4ピースだと思ったら一応3ピースか。そうですね、3ピースで、はい、でこれがリアバンクですね。はい、でいつかな、まあここから、まあ、ここにエンジンがあってこう行ってこう行くんですけど、まあここが結構ね、まあ、サンダーヘッダーに比べるとちょっとこう下がってるんですよ、角度がね、見えるかな。はい、でサンダーヘッダーは多分こう行ってこう回るんですけど、ちょっとこう下がってる、まあ、そこもねちょっと僕はサンダーヘッダーみたいにちょっと上がっててもいいのかなと思うんですけど、まあその辺はつけてみてどうかですね。はい、であとは、あ、エキゾーストフランジ入ってる、めちゃくちゃ親切だ。
はい、あの付属のところにですね、こちらエキゾーストフランジ、これがねさっき言ったこのフラットタイプのエキゾーストフランジじゃないとダメですよっていうのでこれが、入ってますし、あとこのクリップも入ってますね。これは優しい。なんでまあ、このフランジは多分そのまま使って、このフランジを止めるこのクリップですね、 C クリップ、これも入ってます。めちゃくちゃ親切ですね。正直この2つが入ってたマフラー今までメーカーとしては初めてかなと思います。でボルトが2つはどこだ、ボルトが、あ、そういうことか。多分この、2本ボルトが入ってるんですけど、これがこのまあブラケットを、止める2本ですね。まあ、これが多分ミッションケースのところに行くんじゃないかな。で、このクランプですね。はい、このクランプで、まあ、このサイレンサーを止めて、こうか、こうつく感じかな。こっちか、こっち向きですね。多分こうミッション2箇所止まって、こいつをこれで止めるっていう感じですね。はい、まあ非常に、親切ですね。まあこの本当にフランジが入ったのはすごいびっくりです、僕的には。はい、であとバネが2本入っていて、説明書ですかね、これは。まあちょっとした、いや説明書でもないですね。はい、まあちょっとした紙とっていう感じです。はい、で今回は、いつもだとまあ、ステンマジック使って、磨いて取り付けるんですけども、今回はせっかくあの FXR の車体がまあピカピカなんで、今回はちゃんと業者さんに出して、フルポリッシュしようと思います。はい、まあこれはローカラーで、まあ正直ポリッシュで買うこともできるんですけど、まあ綺麗さがねどうか分かんないんで、これはもう日本で職人さんに、きちっとハンドポリッシュしてもらおうと思います。はい、そうすればもうピカピカになるんで、あの車両のピカピカ具合とも合うのかなと、思っておりますので、やってみようかなと思います。でまあ一回ね、フューさんの方でフィッティングしてからですね、やっぱり一回フィッティングしてポリッシュかけて、取り付けしようかなと思いますので、とりあえずはもうこのままそっと戻したいと思います。はい、このまんま、これはもうすでに閉まらない気が入ってるかな。はい、はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。ちょっと陰で顔が暗いかもしれませんが、今回ですね、まあ、ホースパワーインクのマフラーを、購入して FXR に取り付けします。で、まあ、フューザーがちょっと混んでるんで、いつになるか正直、まあ、その不具合直したりとかっていうのもちょっと正直、まあね、もうすでに多分待ってるお客さんとかもいっぱいいらっしゃるんで、もう正直またいつになるか分かりません。もうここまで待つと正直もう時間はもうどうでもよくなってくるんですけど、また一番気持ちいい時期がまあ乗れないんでしょうねどうせっていう感じで、まあそこはもうしょうがないんで、フューさんが手空き次第車両入れて、まあ、不具合のチェックと、まあこの辺の、ブラッシュアップしたり、まああとちょっとアクスルケーブルとかをその辺ちょっと変えたりとか、いろいろまた一緒にまとめてお願いしようかなと思ってますので、下手したらちょっとどうなるかは分かりませんが、タイミング的にはそんな感じで、進めていきたいと思いますので、またちょっとね FXR のエピソードちょっと空いちゃうかもしれませんが、またね、引き続きチェックいただけたらと思います。はい、そんな感じで、今回はこちらのホースパワーインクのマフラーを紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。